よいしょ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よいしょ。これでちょっとじゃあリツイートもろもろやっちゃいますか。お願いします。はい、よいしょと。いやまあ人集まるまでダラダラと、はい、良き感じに。よいしょ。あ、そうだ、 URL から見れてる？コメントとかもろもろ。どこで見んだ？あ、コメント見る。あれ、まあ誰もコメントしないよね今。あ、まだ、うん。どこでコメント出てくる？あ、パソコンで見てる今。あ、出た。右に出るのか。あ、そう、右にね出るんで。あ、こんばんは。コメント見えましたかね。よいしょ。さてさて、やっていきましょうかね。やりましょうか。いや、もう、うん、もう始まってんのか。うん、あれよ、俺の家の話マジでちゃんと見れたわ。ギリギリ間に合ったわ。見れた？あ、なんかコメントしたね、ツイートで。そう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 。え、今日見たってこと？今日見始めて今日見終わった。おお、滑り込んで。どうだった？そうね、まあちょっと後で話しよう、それは。ああ、よかったわ。最初その話オープニングトーク的な感じして、あ、うん、こんばんは。して、これまだあれでしょ、うん、本編放送上には入ってない会話ね。放送上に、そうそう、はい、生放送ならではの、うん、もう、うん、入る、ワンチャン入るかもしれないけど、放送が開始されてからちゃんと打ち合わせ始める。そうそうそう、生々しい。本当ね、本当にガチであんまその話してないもんね。何、どういう順番で、ずっと30分ぐらいずっと音大丈夫、音、うん、まだダメだな、ちっちゃいねみたいなやりとり。そう、いつもね、そう、たなんかいろいろなんか毎回違うの試してね、そうなっちゃう。この間微妙だったからさ、なんか手元が。あ、そう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 、まあ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 、そう、ビール飲もう。おお、いいじゃん。この間めちゃくちゃ酔っ払ってたもんね。前々回でしょ。あ、そう、前々回、前回じゃなくて、あ、前々回か。あ、前回も調子悪かったわ。てか一回も調子いい時ないわ。だよね。そっか。じゃあ、うん、始めますか。始めます。お願いします。お願いします。こんばんは。こんばんは。始まりましたね。最近どうですか？なんか、いや、ほんとさっきまでね、ほんの30分ぐらい前まで、うん、あの渋谷にいてて、お、今日なんか休みだったのよ、うん、だからあの昼からちょっと映画でも見ようかなと思って、うん、ちょっと早めに渋谷行って喫茶店でこう仕事してて、うん、で5時過ぎぐらいの、ノマドランドって映画あるんだけど。ノマドランド、そう、今やってる映画で、うん、で4時ぐらいにちょうど霧がいいところで終わったから、うん、どうしようかな、あと1時間ぐらい映画始まるまであんなと思って、うん、センター街らへんにいたんだけどさ、うん、なんか最近ほんとここ去年とか今年ぐらいからなんか、うん、暇があると占いに行きたくなる。へえ、女子。あれ、もしもーし。とか聞いてて、あれ、もしもし、なんか急に音聞こえなくなっちゃったよ一瞬。え、俺喋ってるよ。
あ、ごめんごめん。占いに行きたくなっちゃうのっていうところから。あ、そう。占いによく行くのよ、はいはい、最近。はいはい。で、映画までちょっと時間あったから入って。うん。で、まあ、いつも通りなんか たわいもない話して、うん、金取られたんだけど。ああ、まあそうか。なんか、うん、長い話聞くじゃん、よく。その。ああ、なんかその、あなた何年後とかどうなってる、うん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 、最後に俺その本当最後の1、2分で、うん、ちなみに先生今日俺どうすかみたいな、その今日のうら運勢みたいな、うん、まあ合ってるか分かんないけど適当になんかいつも言ってくれんだよ、ボケなのか分かんない、うん、はいはい、うん、今日すごいなんかすごい運がいいよ、へえ、あ、そう、ちょっとなんか幸せになるじゃん、まあ、嘘でもいいから、まあそうね、今日いいよって言われるとね、そうで終わって、で映画ノマドランド見て結構長かった、はい、2時間半ぐらいあって、まあ、すごいいい映画だったんだけど、はいはい、で飯食おうと思って、その長楽って知ってる中華料理屋、ああの黄色い看板のとこだよね、そうそうそう、24時間やってるあそこをいつも行くんだけど、はいはいはい、行ってで、なんかいつもはその普通に飯屋行くんだけど、あ、ちょっと今日ビール飲もうかなと思って、うん、あのビールくださいっつって、うん、行ったら、あ、もう8時までなんですよ。あ、そっか。あ、そうだよね。うん。ああ、じゃあ餃子だけでも、餃子ね、今日ね、終わっちゃったんですよ。あら。あ、そう。じゃあもう飲むってのやめて、もう普通に飯食うっていう方向性で考えようと思って。まあ、じゃあそうなるよね。うん。そうな、ルース焼きそば、ルース焼きそばください、いつも言うんだけど。うん。そしたら今日はそのルースの、まあ、チンジャオロースが焼きそばに乗ってんだけど、うん、チンジャオロースの部分だけ今日ないんですよ、みたいな。うん。言われて、うん、何もないじゃん。もうちょっと腹立って、そうですね、帰ります、うん、行って、で超楽ね、渋谷に実は2軒あんのよ。あ、そうなの。そうそう、へー、知らなかった。あの109の、うん、向かって左手の方と、うん、センター街の中にあるの、交番の裏の。あ、そうです、交番のとこだけわかる。そうで、俺はその109の左側の方にいて、うん、で、歩いてほんと 2,3 分で着くじゃない。でそっちの店舗に行って、はいはい、もういや、ビールは確かに諦めよう、ただ餃子とルース焼きそば絶対あると思って、うん、その着いて入ろうとしたら、もう今日終わってますって言われて、あら、いや、ひどーと思って、もういいやと思って、うん、タクシー乗って帰ったの、うん、で家帰ってる途中にさ、うん、めちゃくちゃお腹痛くなって、ほんとさっき、ええ、で家着いて、うん、階段がで鍵開けようとした時にうんこ漏らしたんだよ俺嘘でしょさっき本当さっき平然と話したけど俺、うん、うんこ漏らした直後だった。あ、だからちょっと待ってとか言ってたのか。そう、うん、うんこ漏らしたの今年、ね、うんこ漏らして、うん、最悪だと思って、うん、ご愁傷様です。でさっき占い師に今日めちゃくちゃ運がいいよっつったけど、ほら、うん、当たってんのか外れてんのかよくわかんねえやん大嘘じゃん。いやいや、運は悪いんだけど、うん、うんこって言ったから運はついてるよみたいなさ、そういうどっちの意味も捉えられると複雑な心境、まあ、まあどっちもそうだね確かにみたいな、うまく落ち着いたっていう話があったんですよ今日。はいはいはい、へえ、そうなんだ、すごい、まあ全部フィクションなんですけどね。いや、嘘なんかい。ビールうまいよっていう始まりですけれどもねいろいろ皆さんコメントしてくれてますよ。そういう占いっておいくらぐらいですかって。だいたいね、いくらだっけな、1万しないかな、5、6千か、1時間で5、6000だった気がする。そこの俺が行ってとかね、ほんとピンキリだからさ。まあでもそんぐらいよね、5、6000円とか、うん、7000円とかそんなもんだよね多分。なんかそうそうそう、1時間大抵1時間かな、うん、まあ30分ってやつもあるし、はい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 、まあそんぐらいだよね。落ち着いた、まあ漏らしてなくてよかった、またフィクションって。ええ、ちなみにあれだからね、うんこ漏らしたやつは本当だけど、あと全部嘘だから嘘でしょうんこだけ漏らしたの。うんこは本当、うんこは本当ちょっとカッコつけたけど、うん、もうこれ嘘で通してよかったんだけど、うん、
耐えられないから言うけど、うんこは本当、あと全部嘘。うんこ漏らすこの年で。あ、でもなんかあれだよね、そうさ、うんこギリギリ漏らしそうな時にさ、その歩こうか走ろうかすごい迷うよね。あのね、その雨が降ってきて、うん、どっちが濡れるかみたいな議論と一緒で、うん、走ってもめっちゃ濡れるし歩いても濡れるからさ、うん、結局歩いてるじゃん。うん、そうなんだよね。だからうんこもそこでさ、うん、結局走ってもなんか下になんか振動で下がってる気がして、めっちゃなんか分かる分かる、もう早くタイマーがすげえ早く動くみたいな感じ。うん、地獄だねそれ。で一番俺うんこ漏らすとこってそのドアノブ握ってとこなんですよ。あ、分かる。なんかさ、あとちょっとで出せるっていうこの安心感がね、より加速、脱力系うんこって言うんだよ、言うんだけど、脱力すんじゃん、するね。そん時が一番やばいから。ご飯食べたらもっとやばいことに。よかったです。うん、あ、コインありがとうございますひろこさん。ねえ、そうか。いや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 、まあ、早速ね、そんなわけでフィクションから、息子よく幼稚園の時トイレの目の前で漏らしてた。やっぱ安心感なんだろうな。そうなんだ、目の前にトイレがあるという。そうだ、それだ。そんなわけでね、今日も始まってまいりましたけれども、はい、よいしょ、この番組はミュージシャンと脚本家が各所でお届けするラジオです。リスナーから募集したキーワードをもとに作詞作曲したり、おすすめの映像コンテンツを紹介したりする自由度高めな番組でございます。で、前回あれだよね、俺の家の話。ああ、ちょっとその前にさ、今あれ、うん、あれオープニング流れた？ジングル流れた？流れてるよ今。俺流れてない、俺だけ聞こえないのか。うん、あれ、もしかして皆さん流れてますよね、バックグラウンドミュージック。これ流れて、あ、ですよね一応。あの、なんかいい感じに。あ、そう。始めたつもりだったけど、俺流れてないからさ、うん、そのジングルをさ、あれと思って、うん、その俺黙り込んだじゃん。で、あなたも黙り込んでさ、多分今これジングルこれな流してんだろうなと思ったんだけど、あ、無音だったから俺超滑ったんかなと思って。いやいやいや、すごい一瞬怖い時間が流れてた。大丈夫、ちゃんとあのオチ言った後にちゃんと滑って、ちゃんとジングル流したから大丈夫。滑ってはいるんだ。滑ってはいるよ、そこは嘘じゃない。そこは嘘じゃない、うん、そこだけは本当だから。うんこ漏らしたことと滑ったことだけは本当のことだから。最低じゃん。だっけ、君はだからうんこ漏らして滑ってる今日。最悪だな。皆さんありがとうございます、流れてるというね。あのさ、うん、その、うん、さっき試しで聞いたけどさ、はい、最初のなんだろう、ビール注ぐようなさ、うん、あるね、音あるじゃん、うん、あれ聞いたもんだから今、うん、さっき、うん、ほんとビール冷蔵庫から取り出して飲んじゃった。あ、ほんと？いいな、俺も買ってこようかな。飲んで、でさ、うんうん、この飲んでるビールがあの、うん、今流行ってるあの泡が出るやつ。え、何それ？朝日。え、今流行ってた。朝日泡？あの缶ビールなんだけど、うん、なんか上にそのなんだろう、缶詰の上にあるなんかその引いて開くタイプのやつ。うん。あ、本当だ。ビズプレミアムってやつ。全体がなって。そう。で、これ開けると泡がジュワーって生ビールみたいに出てくる。へー。あ、本当だ。すげえバカ売れしてて。うんうんうん。すごいね。たまたま最寄りのさ、行きつけのその行きつけ居酒屋みたいにしたけど。うん。そのコンビニがあって行きつけのコンビニ、うん、なんかいつも通りこうなんかあのドリンクコーナー立ってたらさ、その仲いいさその店員さんがさ、うち入ってますよみたいな、いいの入ってますよみたいな裏ビデオを紹介するみたいな感じで、えって最初分かんなくて、ね、うん、ありますよ、まだありますよ、今のうちですよみたいなこっそり言うからさ、はい、で、何がですかって言ったら、うん、裏ビデオがある、泡が出る、うん、泡が出るビールまだあるんですよ、うちみたいな、うん、もう全然置いてないらしくて、その情報さ知らなかったんだけど、うん、うちまだあるんで、僕も後でもらおうと思ってるんですけど、うんうんうん、ありますよ、うち裏ビデオみたいなこと言うし。裏ビールって、ありがとうございます。4本買っちゃってさ、そう、すごい美味しい。いいな、俺も買ってくればよかった。うん、そっか、ひろこさんにこの間いただいたビール飲みましたよ、ありがとうございました。あれ美味しかった、フルーツビールみたいな。じゃん、そう、早速。あ、でごめん、うん、あ、あれですね、見てくれた？見たよ、今日見始めて、今日見終わったよ。え、今日見始めたの？そう。何時から？今日の何時だ？
朝の5時ぐらいか。え？よく間に合ったね。そうだね。あれ10話だから1時間か1本。10時間、ね、10時間だから5時から 2時ぐらいまでで見終わった。えぐ。そうね、よくぶっ通し見れたね。見れた見れた。面白くて。面白いよねあれな。でもあなたも結構一気見するタイプでしょ。まあそうだね。うん、そう、なんか曲を一番幸せだね。そう、ミックスをずっとやってて今日の、でなんかこだわっちゃってさ、ずっとだったら気づいたら朝で。でもなんか、まあ、その前の日に結構いっぱい寝てたから、うん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 、あ、なんかそのほぼオールじゃない。そうそうそう。いやでも2で、それで3 2時ぐらい3時ぐらいに寝て、うんうんうん、さっき起きてたから 5,6 時間は普通にちゃんと寝てる。ぶっ飛んでんじゃん生活リズム。いやそうなのよね本当に。なんか最近いっぱい寝ていっぱい起きてるんだよね基本。すごい健全な感じで言うけど、うん、そう、なんか一回寝るとずっと寝てるし、一回起きるとずっと起きてるんだよね。俺もそんな年じゃないわ、もう寝れなくなっちゃった。そのおじさんが言うさ、うん、その10時間とか12時間寝れるのってその若さの証明だよみたいなこと言うじゃない。あ、はいはい、ずっと寝れないわみたいなこと言うじゃん、うん、俺それもう体験しちゃってる今。体感しちゃった。酒飲んでからじゃない。いや酒なんて全然飲まない普段は。ああそうなの。へえ、そんなことが。どうでしたかじゃあ。ね、あ、たけちゃんさん、コインありがとうございます。そうそう、ドラマの主題歌、あのドラマ主題歌なかったですよねって。ああ。え、そうなの？そう言われてみると主題歌ないか。確かに。確かに。そうか。なんでだろう。なかったっけ？そう言われたらちょっと覚えてないわ。主題歌なかったな確かに。なんでだろうな。あ確かに今調べても全然出てこないわ。一つ言えるのは、うん、その永瀬くんがジャニーズで、うん、とかかな。と、あえでジャニーズ辞めちゃうじゃない。はい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 。でなんか。その主題歌使ってくださいみたいなことも強く言えないみたいな事務所が。はいはいはい、なるほどね。あ、いろいろあんのか。わかんない、わかんない。その政治的な裏のなんかその。あ、はいはいはい。やこともあんのかなとかちょっとわかんない。へえ。じゃあ委ねたな。そっか。どうでしたか。まあ、一つ言えるのは戸田恵梨香がクソ可愛かったっていう話。うん、あ、可愛いね。マジで途中からさああなるじゃん。うん。そうそうそう、途中からね。最初はまああれじゃない、そのヘルパーさんのなんかその詐欺師なのかこいつみたいな感じで。そうね、そっからさ、うん、なんか話がめちゃくちゃ盛り上がってきて面白くなってきてるね。そうだね、うん、これも、うん、ネタバレありで二人と話すんで、見てない人はちょっと耳塞いでってください。まあまあある程度はね俺も言わないけどさ。いやもう言っちゃおう、前回は我慢我慢したから。今回2人とも見てるからさ。はいはい。だって最終話とかさ話さないにはいかないでしょ、うん、話さないわけには。まあまあそうだね、話さないわけにはいかないね。確かにね。どうですか、騙されましたか。あ、騙されたね最後。なんかその、うんうん、最初さ紹介の時にさ、うん、その最終話を、うん、本当はさ一番話したい回じゃない最終話、うん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 、で ああいう展開だから。でもさもう最終話冒頭からさすごいさ展開だからさ何も言えなくなっちゃうんだよね、うん、あーまあ確かに。かその話じゃない、主人公が死ぬっていう回じゃない。はいはいはい。まさかのね父ちゃんじゃなくて。そうそうそうだね、逆になっちゃうっていうね。そうそうそう、だから何も話せなくて、はい、だから紹介したいんだけど、うん、で一つはその見終わってさ、うん、俺はそのシックスセンスを思い浮かべたわけよ。ああそうだね、うんうんうん、その展開似てますねとか言いたいの。そのシックスセンスっていうさワードさ出せないじゃん。そうだね、出しちゃったらもう分かっちゃう、ね、もう分かっちゃうじゃん、うん、それぐらいの衝撃じゃない、うんうんうん、そうだね。シックスセンス見てたことない人よりもごめんネタバレしちゃったけど今。あそうだね、逆ネタバレしちゃった。逆ネタバレしちゃいました。うんうんうん、
確かに。だからその、うん、その前回も言ったけど、うん、まあ、今回は本当クドカンの、クドカン×永瀬智也っていうのが、まあ、一応終わりだから、はいはいはい、2人の作品のなんか過去のなんだろうパロディみたいなことちょっとずつ織り込まれてるよみたいな話したけど、はいはいはい、その最終話は要は、主人公が死ぬ話だから、うん、木更津キャッツアイって分かるかな、うん、分かる分かる。あれは永瀬くん出てたんだけど、岡田准一と武道館のやつなんだけど、うん、はいはい、要はあれが、はいはい、あの話全体が木更津キャッツアイをオマージュしてて、木更津キャッツアイってどうやって始まったかっていうと、岡田准一を主人公を死ぬ話にしてほしいみたいな、その磯山プロデューサーが工藤館に言うわけよ、はいはいはい、あ、死ぬ話作るんですね主人公がみたいな会話からスタートしたのが木更津キャッツアイ。そうなんだ。だそのそのそのなんだろう、主人公が死ぬっていう木更津キャッツアイをもうあの冒頭に実は見えてないけど、うん、織り込まれてたっていう、その主人公を殺すっていう。へー、まあ、その殺し方は斬新だったけど、その見せ方は斬新だったけど、はい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 、結局全部詰まってたって話。岡田くん出てきてほしかったな、なんかサプライズゲスト。あ、確かにね。それはでもなんか出てないじゃん、木更津キャッツアイだけ出てないねとか言ってる人いるけど、いや、あの話自体が木更津キャッツアイなんだよっていう。はいはいはい、なるほどな。ちょっと見たいっていう。塚本くん出てたよね。そうね、うん、まあ、あれ必須だろうね、絶対出てほしい、うん、いや、めちゃめちゃ良かった。いい感じにね、みんな出てて。そうね、あと最初にさ、ブリザードことぶきの入場のあれかかった時にさ、ブリザードっていうのユーミン流れた瞬間爆笑したわ。なー、ユーミンってなったね。ユーミンじゃねえかって。そうそうそう、一瞬でなった。うん、ドライブというかさ、その過去の女の人に会いに行くさ、うん、会があったじゃん。その時もユーミン、はいはい、みんな聞いてさ、ドライブ中、はいはい、聞いてたね、うん、やっぱユーミンだよねみたいな、はいはいはい、聞いてたね。もう俺1話の一番最初の入場の時に笑ったわ。もう一瞬ブーリーザーって流れた瞬間にめっちゃ贅沢やなみたいな。確かに、そうな、めちゃめちゃ笑ったわ。あ、お茶ありがとうございます。そう、あ、よかった、すごい。で今回はそのなんだろうな、ああいう前回はさ、すごいこの人は作曲家がこういう人で曲がこういうなんか楽器使われてたみたいな、すごい深く考察できたけど、今回はちょっと音楽的な側面は時間なさすぎて全然あの研究できなかったけど、とりあえず話として普通にめちゃめちゃ面白かったし、あれだね、やっぱまあ木更津キャッツアイとかもそうだけど、一番やっぱそのあのタイガー&ドラゴンをね見てからの流れで見たのが一番良かったわ。あ、確かに良かったかもね、それは、うん、それは良かった。あの前回は落語だけど今回能で展開したしね、まあ構造は似てるからな、すごい似てるかも。そうだね、プロレスとね、うんうんうん、あれとで、そう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 、うん、めちゃめちゃ良かったわ。良かった、面白かったな。そうそう、皆さんぜひ見てください、見てない人。はい、ぜひお願いします。もう全部ネタバレしちゃいましたけど。そうだ。まあ、ネタバレしても面白いからね。まあ確かにね、あれ、まああんまりそのなんだろうね、ネタびっくり要素っていうよりはその話のなんかこう深みみたいな、なんかそのね、ネタバレしちゃうとつまんなくなるような作品じゃないからね、うん、別に。あとやっぱ面白いね、工藤館は、うん、小ボケも含め、はいはい、確かにね、小ボケ面白いな。なんかめっちゃ死にそうなさ、おじいちゃん死にそうな時にさ、なんかちょっと、うん、面白いこと言うと心拍数上がるみたいなさ。そうそう、ちょっとエッチなこと言うと、ね、エッチなこと言うとさ、あのちょっと生き返るみたいなさ、あのくだり面白かったね。だからコントみたいなんだよね、なんか締めっぽくさせたくないのか分かんないけど、うんうん、すごいさ、葬式の時もさ、うん、その長州力が出てきたりさ、うん、絶対さ、絶対これ泣かせないといけないだろうって普通だったら、はいはい、そういうところをめちゃくちゃボケてくるからさ、はい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 、なんかわやっぱクドカンだな、これがクドカンだなみたいな。はいはいはい、そうね、確かに小ボケ挟んでくる感じね、うん、いいよな絶対。そう、泣かせたくない、俺は終わらせたいんだみたいな、すごいなんか思いが伝わってきた。確かに確固たる意志を感じる、ね、そう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 、意地でも泣かせねえ、意地でも泣かせねえみたいな、ね、いやいや、でも俺、いや泣くとこいっぱいあったけどな。わかるわかる、うん、それはわかる。
俺あの実は最終話よりもその最終話の2個前か1個前にさ、うん、あのお父ちゃんをさ西田敏行を施設に入れて、はいはいはい、入れるっていう回があって、はいはい、入れた後その別れ際になんかこのなんか、手前にその永瀬がいて奥にこう西田敏行いて、はいはい、その去っていく永瀬をこう見つめる西田敏行みたいな、はいはい、あの絵がすっごい俺泣きそうになった。あれね、確かにあそこめっちゃ泣きポイントだよな。あそこが一番泣けるかもしれない。うん、確かにあそこめちゃめちゃ泣くポイントだな。あと俺息子と一緒に能やってるとこも泣いたな。あの元嫁がこんなん泣いてまうやろっていう。ああ言ってた言ってた、そこよかった。あかんっつって、あかん、あの人なんかさ、うん、俺はなんかよく見るんだけど、不動産作品もなんか、はいはいはい、なんか関西弁のあの人がすごい新鮮で、ああはい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 、なんかいつもとなんか見方変わってなんかちょっと好きになっちゃったもん。はいはい、わかるわかる、いいよな、いい、なんかいい、いい女として出てきたよね、うん、今回。確かにそうね。いやめっちゃっていうかあれだったね、今回そのさ面白かったのはそのコロナのさ、うんうんうん、感じをなんかこう全面にさ、ね、ちゃんと脚本に盛り込んでてすげえなと思った。ちゃんとマスクしてたもんね。そうなんかそのなんて言うんだろうね、その演出上 なんて言うんだろう、そのもう脚本にさコロナの話題がもう入ってるじゃんあれ、ちゃんと、うんうん、そのまあ、マスク してみたいなとかさ、なんかその皆さん心の中でご唱和くださいとかさ、うんうんうん、なんかそういうなんかあれはそのなんか結構さそのなんて言うんだろうな、会話の中とかでさなんかそのところどころさあマスクしてみたいなさ、うんうん、あってそのちょっと外したあったあった、あれはそのなんかそのやっぱそのいわゆるマスク警察的なさ世の中で結構そのほらマスクしてみたいなすぐ言う人いるじゃん結構、うんうん、ああいうののなんかこうなんて揶揄というかそのまあまあそれはあると、なんかちょっと裏でディスってるのかなみたいな裏テーマみたいなのちょっと感じて、ああどうなんだろう、なんかディスあまあディスってるディスるっていうかこういう人いるよねみたいな、まあいるよねぐらいだと思う、この感想の好きな気がする、うん、なんかちょっと風刺聞いてる感じが俺はあって、うんうんうん、すごく面白かった。今しか分かんないしね、このそうだね、それ10年後とかに見たらさなんかあこの時その疫病が流行ってみたいなさそういう感じになるし、ね、すごいやっぱりなんかそこ今回さ、うん、今年とか去年とかさ、うん、まあ、いっぱい映画とドラマもあったけどさ、うん、結構マスクちゃんとしてる設定のドラマも結構あったし、してないやつもあったんだけど、うん、なんかしててどうなのみたいなさあるけどさ、やっぱ今見てたらそうかもしれないけど、うん、何十年後とか僕とかさ数年後にさ、うん、そのこのドラマを見た時に、うん、あこの時期ねとかさ、うん、あこの時期ってこんな感じなんだみたいなさ、俺らも懐かしめるし、うん、若い人もあこんな時代だったんだっていうなんかさ時代を終えるというかさ、うん、その時を逆にいつか楽しめる時期が来るわけじゃない、うんうんうん、そうね、だから割と忠実にというかその世界観壊すからマスクしないっていうよりかもなんかそれも今でしょみたいな、うん、つまり今違うよ林修の感じに、誰も言ってないから気づかねえから、自分で言わなかったら今でしょみたいなさ、はい、感じ逆に出してた方が俺はいいかなと思った、その確かにその、うんうん、アケルが言った通り、うん、何十年後かにね、ああそんな年があったなってあるしね、タイムカプセル的な、そうそうそう、そう言えるなんかドラマもあっていいなっていうのちょっと思った、すごいねあれだったね、今年っぽい、うん、去年っぽいというか感じだったね、うん、いや面白かったです、よかったです、うん、まあ、ちょっといろいろね、まあ、時間やら負担やらの関係というかね、あとはそのコンセプトがブレるってところで、まあ、脚本というかコンテンツ紹介のコーナーね、今週で一旦お休みしますという形ですけど、ね、まああれだよ、別に普通にラジオ内で最近これ面白かったとかちょろっと全然言ってもらってもいいし、うん、まあとりあえずそのコーナー一瞬お休みということで、うん、はいということで次いきますか。はい、前回ね、キーワード募集しまして、モロの方がね、うん、ショートショートを作ってくれて、僕の方が、ね、曲が、完成しましたので、まあ、それをちょっと発表していこうかなと思います。あの問題作、問題作ね、いやー難かったわ、難かったかやっぱ、うん、あなんか最初で、うん、電話したじゃん、なんかこれなんかどんな感じみたいな、なんか一応ちょっと軽くさ、まあ、モロなりの解釈みたいなのも聞いて、
でそれ聞きつつ、なんか俺の中でちょっとまた消化して、あ、じゃあ俺はこういう解釈かなみたいな感じで改めて歌詞を書き下ろしたんだけど、はいはい、いやなかなかそうじゃあ一回、まあ、とりあえず読んでもらって話しますか。読みますか。またお酒飲んで酔っちゃってるよもう。なんでさ君はさあの前回後悔したでしょうに。やりますか。まあまあちょっと飲んでるぐらいがいいんじゃない、気持ちよく言える喋れるんじゃない。はい、BGM はちょっと一回じゃあ切ります。そうですね、うん、まあ、どっちでも、はい、はい、じゃあ一回お振りますか。はい、前回もらった質問が、理想のデートスポットは好きなおにぎりの具合ってやつね。でそれぞれ、採用させてもらったワードが、デートスポットが、理想のデートスポットは が牛丼屋で、好きなおにぎりの具は、シーチキン、はい、このキーワード採用させてもらいました。で、うん、タイトルが終焉の雨です。はい、はい、じゃあ読ませていただきます。はい、長い長いコンクリートの世界、白線の実もなさないこの道は果てしなく、生きた痕跡だけがそこにあった。ナート2はかつての呼吸を確かに感じ取りながら暗号を解読するように進んだ。まただ、巨大な廃墟が立ち並ぶとある一角でナーが立ち止まり、それから全貌を見渡す。これで何個目だっけ。ツーは地面に突き刺さった鉄の先に描かれた文字の解読を諦め、ナーに歩み寄る。ちょうど13個目だ。見てみろ、やっぱりこれが。入り口上部に目立つようにつけられた丸い図形のようなものに目線をやる。単なる落書きではないことは確かだ。意思表示、いや、紋章のようにも見える。家紋というものを使うと聞いてるんだが、ああ、わからん。そう急いで答えを出さなくても、それに13はちょうどじゃないよ。素数じゃないか。相手にしないで通が中へ入るので、慌ててナーが後を追う。安全確認が先だ。通の妙な落ち着きが余計に苛立つな。今にも瓦礫が降ってきそうな暗い空間の中。壁はツタで覆われ、ところどころに草が生い茂り。ガラスの破片が混じった土の上を二人はゆっくり進む。ツーが壁際のツタをいくつかかき分けると日が差し込む。まだ奥行きがあることと、中央に人一人通れる長細いスペースの存在を知った。すごい埃だ。ナーが収縮性の高い首元を引っ張り上げ口元を覆い隠す。生命反応ゼロ。当然だろうとツーは思った。二人が一通り調べ終わると、中央のスペースを囲むように置かれていたであろう椅子の痕跡から、ここで大勢が出入りし集会のようなものが開かれていた。かつ同様の集会がこの町にいくつも点在していたところから大規模な組織であったと推断した。突然の豪雨、これ以上の捜索は断念し、雨が通り過ぎるまでこの場所で待つことに二人は決めた。一向に止まない雨は二人を不安にさせる。雲は日の光を遮り、雨は視界を遮る。さらには体温を奪い、体力を削る。この世界では雨は災害の一つである。終わるまでじっと耐えるしか身を守る術はない。幸い外壁のツタが雨と風の侵入を防いだ。火を起こし、そこらの草木をむしっては火の中に放り込む。二人は丸まって火をじっと見つめた。赤く照らされた二人の顔だけが暗闇に浮かび上がる。もう一つ開けようよ。我慢しろ。これじゃ腹減って死にそうだよ。水で膨らますんだな、こんなに無限に降ってくる。ナーは嫌味なやつ。君が無謀なんだ。言っとくが、僕がいなかったらとっくに死んでいる。ナーこそ僕に会ってなかったら死んでたね。いや、やめよう。エネルギーを浪費するだけだ。死んだらどこに行ってたんだろう。決まってるじゃないか。血と肉は空気になり、骨はやがて土になる。土になって、土は雨に流され水になるさ。それで、そしたら、やがて雲になって、また水になるんだよ。記憶は、それは血と肉と一緒に大気に放たれるさ。じゃあ、魂はいい加減にしてくれ。ツーが雨を見ながら、じゃあ、この雨もずっと昔は生きてたんだろうね。消しといてくれよ。付き合いきれないとナーは寝床を作って横になる。うん。ツーは降り続く雨をしばらく眺めた後、ふっと火を消し、眠りについた。雨がコンクリートの山を叩きつける。その音が静かな街に響き渡る。
不思議と誰かの話し声にも聞こえる。囁いたり遠くから呼ばれたりするような感覚にすらなる。笑い声にも時には怒号にも。一瞬鋭く光った直後、重低音がどこか遠くから雨音に混じって鳴り響く。スーは眠りながら、眠っているにもかかわらず、今確かに自分は眠っているというはっきりとした意識的感覚の中にいた。不思議なこの感覚はなぜか居心地が良かった。ゴゴゴゴゴと重低音が遠くから鳴り響くと、ツーは飛び起きた。今のって、ツーがまだ眠っているナオを起こそうとするとナオは泣いていた。ツーはすぐさま察した。ひどく怖い夢を見ているのではなく、現実の寂しい孤独に泣いているんだと。ツーは起こそうとして伸ばした手を引っ込め、きっともう眠りにつけないだろうと分かっていたが、再び横になった。その直後、ピンポン。耳なじみない音が鳴る。ツーは何ごすかと起き上がると、入り口から見たこともない格好の音が入ってくる。え？そしてツーは摩訶不思議な体験をする。その男の周囲からみるみる部屋の装飾が変化していく。あっという間にそれはこの空間全体に及ぼし、気づけば照明があり、色がある。空気もツタも土も埃もない、コンクリートむき出しだった壁は綺麗なガラス張りに様がある。さっきまで廃墟だったこの場所は、あっという間にきらびやかな空間へと変貌した。そして何より、見たことない大勢の人間がここにいる。ナー以外の人間が当たり前のようにここにいる。いらっしゃいませ。中央スペースの中を往来する女が突然声を発した。さっきから僕はここに、すぐさまその声の対象が自分でないと知る。今さっきこの場所に入ってきた男は迷うことなく平然と中央の椅子に座り、目の前の色鮮やかな本のようなものを手にしたと思えば、ほんの一瞬だけ目を通し、元の位置に戻した。ご注文は？という女の問いに間髪入れず、牛丼並みで、と答えてみせた。この理解不能な一連のやりとりに、ツーの関心はなかった。嘘みたいな輝かしい世界に驚きながらも、久しぶりの人間の存在に隠しきれない喜びでいっぱいだった。ツーにまるで恐怖心はなかった。男同様に中央の椅子に座り、目の前に置いてある細長い赤い物体が入った容器に見入る。そして間もなく男の前に女が何かを置いた。すると男はそれを躊躇なく食べ始めた。気づけばほとんどの人間が同じ何かを食べている。ツーは周りの人間を観察した。一人夢中になって食べる男、何かを待つようにじっと外を眺める老人、窓際で談笑している男女。ツーは楽しくて仕方がなかった。ねえと大きな声で全員に呼びかけた。誰も反応しない。ツーはやっとここで戸惑う。目の前の男に声をかけてみるも反応がない。それどころかこちらを見る素振りすらない。まるで自分だけが存在しないかのように。それはすぐ確信へと変わった。ツーは他の人間に触れられなかった。触れようとすれば全員がツーの体を通り抜けていった。まるで実体のないホログラムの世界に放り込まれたような感覚に陥った。落胆するツーは一人の女性に視線を向けた。女もまた運ばれてくる何かを待ちながら座っている。ツーはぼーっと女を見続けた。すると女はツーの視線に気づき、ツーに向かって微笑んだ。まさかとツーが小さく手を振ると、女も同じように小さく振り返した。ツーは嬉しくなって笑った。女もまた笑って返した。朝がやってきた。長い長いコンクリートの世界。これで15個目。ナーはまたかと廃墟の前で立ち止まり調査を始めようとすると、すぐ近くで一トンの廃墟が大きな音を立てて崩れた。始まったか。ナーは離れようと歩き出す。そこに急な雨。ナーは空を見上げる。落ちてくる水滴をナーは全身で受け止めた。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、はい、読んでいただきましたけれどもね、終焉の雨。いやー、難しかったな、最初、読んだとき。あ、どういう世界か全然分かんなかった。なんか最初そのでもナーとツー、まあ、ツナじゃない、うん、シーチキン、そうそうそう、これはあのシーチキンはツナマヨの、ツーとナーね、ツナマヨからもらいます、はいはい、っていうあれだったから、そのなんだろうな、こう深読みしすぎちゃって最初具体的なさワードがあんま出てこないじゃない、そのどこで、何が起きてるとかっていう話じゃなくて、ね、ちょっとその、まあ、概念的なというかその情景描写ばっかりだから、
だから俺はそのてっきりその例えばそのツナが胃の中から見た景色とかさ、なんかこのよくあと牛丼屋のトレイから、見たその肉の気持ちとかさ、その要は人間じゃないもののなんかいろんな比喩表現でそういう世界に見立ててるのかなみたいな、感じで最初感じ取ったの。あのみんなコメントで不思議面白いストーリー読むの上手って、よかったね読むの上手って、ありがとうございます。前回と確か前回と比べて全然あれだね。あ本当だいぶいい感じあれですけど、 あざっす。そうでそう思って、だからなんて言うんだろうな、でまあよあとあと読んでったら、あなんか牛丼屋が、うんまあ、出てきてっていうあれで、結局でも最後までそのこの世界がどういう世界で、はい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 、で何なのかっていうところって出てこないじゃんね。そうそうだね。で、個人的にはその未来なのか別世界のパラレルワールドなのか分かんないけど、とりあえずその、うん、まああの荒廃した、まあ地球のそのまあ牛丼屋がの跡地に2人で入って、うんうんうん、でそこでなんかその過去の一瞬の光を見たみたいな、大体そんな感じかなっていうところまでは一応分かって、うん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 、であとまあその後もろと話してなんかまあどれがどうでっていうその話とかをして、はい、そこでまあ深く例えばその終焉に向かってるみたいなさ、なんか終焉の雨っていうのが、まあ、そうなんか分かんなくて、なんだっけあのら英語で言ってたじゃん、なんだっけ、アルゴリズムじゃなくてなんだっけ、俺もど忘れしたね、言ってたよね、自然界のものはすべて収束、エントロフィーね、あそうエントロフィー、そうそうそうとかって話とかを聞いてね、よう思いつくなと思ってその話、そうそうそう、うん、だな、だから歌詞にすんのめちゃくちゃむずいなと思って、そうなんかちょっと困らせたいなと思った、はいはいはい、 S だね、そうなんかそう前回はさ結構まあ最初っていうのもあったけど、その小説の言葉をもう基本使ってほぼほぼこう組み立てていくみたいなストーリーとかを、うんうん、でも今回は結構だいぶなんていうんだ、インスピレーションを受けて別の作品作るみたいな、まあ別じゃないんだけど、そうだけどそのこの小説から作られてるっていうことがちゃんと分かる、ような風に仕立てたくて、だ結構ね、でもいいバランスでできたとは思う個人的には、曲はうんかな、俺なりのなんかなんだろう意図したその思いみたいなのって言った方がいい、うん、それともその曲聴いた後、いや先に聞きたいなそれ、うん、そのなんか、ミスリードしないために一応ノートに上げるときは、世界観が分かる写真貼ったじゃん、はいはいはい、であこれ似て、まあ、探して一番近かったのはこれだったから、はいはい、これ貼って、まあ、これをイメージしてくれたらいいかなと思って、意外とみんなこれスルーして読み始めたから、あなんかそれでも分かんないみたいな、うんうん、あったけど、まあ、こういうざっくり言ったらこういう写真の、はいはい、ノートに貼り付けた写真の世界なんだけど、はいはいはい、そうな未来の話とかそのパラレルワールドかっていうのもあえて曖昧にしたかったっていうのもと、うん、あと2000何年とか北斗のさ北斗神拳の、うん、北斗の拳って読んだことある人は分かると思うけど、はいはい、その 2000X 年とかその人類はまだ滅亡してなかったみたいな冒頭があるんだけど、うん、それを言ったら分かるんだけどなんか陳腐かなと思って、うん、それになんか未来の話なのかそのパラレルワールドかっていうそこもなんか、うん、結構ね全体的にその読者に委ねようかなと思ったし、なんかその決めないでいろんなところ決めないようにしようと思ったから、うん、余計なんか難しくさせちゃったかもしれないそこは、うんうんうん、まあ、とりあえずこういう世界で荒廃してもうコンクリートの世界っていうのはそうみんな甲州街道とかわかるかな、長いさ大通り、うん、わかる、都会の、うん、そこの多分道の真ん中に立ってもらったらわかると思うんだけど、うん、すごい、特に甲州街道をイメージしたんだけど、うん、その左右にわたってすごいさ、うん、ビルが立ち並ぶじゃん、うんうんうん、ああいう景色をイメージしてて、まあ、新宿とかすごい、うん、
はいはいはい、まあ、多分2となんか新宿あたりにいるんだろうなっていうイメージしていたんだけど、まあそういう、長いこうコンクリート、うん、まあそのコンクリートってその無機物な感じで行ったのも、うん、まあ人もいないし生命もいないし、うん、まあ文明とかそういうな、そういったものからちょっとかけ離れた、うん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 、まあ、かつてはあったけど今はもうないみたいな、うん、そういう無機物な感じを表したかったから、はい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 、出だしたそんな感じ、うん、で白線ってのはもう本当にあの普通の白線道の、はいはいはい、で、まあ確かにここに文明はあったんだろうなみたいな、うん、そういう景色からスタートして、でツートナーはその時代に生きてる、まあ、生き残りじゃないけど、うん、まあその2人がまあ俺らが古代遺跡を歩くような感じ、うん、まあここに昔文明あったんだなみたいな、うんうん、で一個一個この古代文字なんだろうみたいな、うん、この文字紋章ってなんだろうみたいな、うんうんうん、そう、紋章でなんとなくその気づき始めたというか、あ、そう、なんか吉野家かと思ったね最初あ、吉野家のかあれって家紋にちょっと似てるから、そうだね、それかなみたいな、そう、まあ、松屋も実は丸いやつがあって、うん、ロゴみたいなのがあって、はいはい、まあ、それどっちでもいいんだけど、うんうん、まあ、そういうものを、2人は、うん、そこに焦点当てて、うん、まあ、俺らが言うさ、なんか神社とかそうじゃん、どこ行っても神社あって、うん、これは何を祀ってんだろうみたいな深読みするじゃない、はいはい、そうね、何の神社かなみたいな、そうそうそう、うん、そんな感じにツーとナーはいて、はいはい、で、あとはなんだ、まあとある1店舗の牛丼屋に入って、はい、で2人は会話するわけですよ。あ、そうです、そこに雨が降ってくるんだけど、まあ、ここでいう雨は、はい、まあ、書いてある通り災害なわけ、うん、はい、まあ、負の意味で最初使ってて、うん、で2人でこう火を起こしてじっとこう見つめながら話していく会話で、うん、人はどこに行くんだろうみたいな、ざっくり言うとそういう会話をしてると思うんですよ。はいはい、してるね、うん、でナーは適当に、まあ水になるんじゃないみたいな、うん、土になって水になってそれがまた雲になって、うん、またそれが雨にたってまた水になるみたいな、要は巡ってる、うん、人とはこう巡ってんじゃないみたいな適当に、うんうん、で記憶は魂はっていうその精神的な話しだすと、うん、大気になんか放たれんだよ、でももういいよみたいな、うん、いい加減にしろよみたいな、そういう会話で終わると思うんだけど、まあ、これが割と不利になってるというか、うんうんうん、で次に、2が不思議な体験をするとこなんだけど、はい、さっき言ったその魂とか記憶はどこに行くのっていう話につながってくるんだけど、うん、まあ大気に放たれる、うん、でそれを、映像として捉えられることができた2、たまたま、うんうん、まあ俺らの現代でさ霊能力者っているじゃん、うん、霊を見える人って、うんうん、でそのうちの誰かが言ってたんだけど、うん、なんか霊は生きてる頃の記憶の中を繰り返し生きてる、うん、繰り返し同じことをしてる、現代の俺らの世界、俺はたまたま見えないだけで、うん、みたいな話をしてるのを思い出して、うん、その牛丼屋の中にいるやつらは、そこにいるのはその人たち記憶の中の世界、うん、で精神的な世界にそこに2がたまたま入り込んだ、うん、でそうしたら今俺らの日常の牛丼屋を、うん、2は体感したと。はい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 。で、その現実に別に2は何も興味なくて、うん、人がただいるっていうことにすごい嬉しくて、うんうんうん、まあ、ここでデートスポットっていうのがあったから、2はもう女の人とこの笑って、うん、手を振り合って、うん、なんか繋がったっていうことに意味があって、はいはいはい、そのだけに。ただそれ以外は別に、うん、そう、それ以外は別に何も興味なくて、2は。はいはいはい。そこになんかデートしてるような高揚感みたいなものを体感するわけ、初めて生まれて初めて2は、はいはい、それはもちろん本当に向こうが見えてたのか見えてないかはもちろん曖昧にしたけど、2はとりあえずそういう高揚感みたいなのを初めて経験できたっていう一瞬、はいはい、ただ次の日朝になると2はいない、これは事実、うんうんうん、その時もうすでに死んで牛丼屋に行ったのか、それとも意識的に意識だけが飛ばされて牛丼屋に入ったのかは曖昧にしたけど、うん、少なくとも2は死んだというのは事実、はいはい、なるほどね、でナーはまた一人この世界に取り残されたんだけど、うんうんうん、ゴーゴーゴーって音あるじゃん、うん、あれはこの世界は終焉に向かってるから、うん、
街は崩れていく、うん、でこの二人にとっては街崩れみたいな感じで呼んでんだけど、うん、まあ、それは頻繁に起こってる現象で、うん、また始まったかみたいな、うん、最後ナーが言うと思うんだけど、うん、でその時に、雨が降ると、うん、で雨は最初負のイメージある最初災害の一つだけど、うんうん、ただナーが適当に出まかしから言ったこの雨ってのは巡り巡ってもともとは人間だったみたいな話を自分で言ったことを自分で思い出した、はいはい、でそこに過去の人やもちろん友達だった2を重ねてしまって、うん、災害だった雨だったんだけど、うん、まあ2人間ってのを演奏して、うん、逃げないで全身で受け止めたっていう、はいはいはい、まあ、なあなりの愛というか、うん、なんか物思いふけるみたいな、うんうん、そういうシーンで終わるという。なるほどね、はいはいはい、まあそんな世界。ああはいはいはい、俺も一応その世界観を軽く共有しているんですけど、うんうん、はい、ひろこさんコインありがとうございます。くまさんお茶ありがとうございます。そうね、いや難しい、ね、だからそれ聞かない、聞いといてよかったなと思って曲作る前に言ったんで、お姉さんが、あ、ごめん、コメントでお姉さんが一人だけ反応したのは見える人、あ、これもすごい曖昧にした、はいはいはい、はい、その人が当時俺この俺らでいう霊能力者の方がたまたまその2を見えたのか、うん、それともただ単純に2の後ろに人間が立ってて、うん、手を振ったタイミングで後ろに誰か手振って、うんうんうん、なんか重なって見えただけっていう、はいはいはい、偶然の産物だったかもしれないし、うんうん、みたいな、そこはもう自由と高めに、うん、結構そのやっぱ読者にこう、そうそうそう、解釈させる系の全体的にね、うん、風にしてるんだね。そう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 、はいはい、なるほど、ね、で2とナーって一応そのツナマヨから取ったっていうのと、うん、終焉の世界では、まあ、エントロピーも言ったけど、うん、まあ、要は乱雑さ、物理用語でその乱雑さのことをエントロピーって言うんだけど、はい、そのこの世の中では人間以外のものはどんどんこう乱雑になってくる、人間だけが唯一片付けるってことができる、そういう行為ができる、はいはいはい、だからほっといたら人間いなかったらどんどんこう乱雑になっていく世界、うんうん、混沌な世界になってくる、うんうんうん、逆に言ったら、大きいものがどんどん削られてくるじゃない、そのビルが建ってたら瓦礫になって瓦礫が土になって、うん、まあ、更地になっていくみたいな、うんうんうん、まあ、あったものがなくなってくるみたいな、うん、そういう連想もあって、うん、名前ですら名称ですらこの二人にとってはそんな意味がなくて、はいはい、俺らは一個一個意味があってなんとか太郎とかつけるけど、うん、名前にすらそういう現象が起きてて、うん、まあ、一文字でツーとなっていう、うんうん、っていう世界にした、はいはいはい、なるほどね、簡略化、うん、そう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 、はい、まあ、終わりに近くなってる、どんどんってイメージかな、うんうん、この世界が、はい、終焉に向かってると、そう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 、いやー、なるほどね、了解です、ということで分かったかな、うん、あ、でもだいぶ、うん、俺もその自分で逆に曲にして歌詞にしていく段階の中でもどんどん理解が深まってて、はあはあはあ、そう、あ、ちょっとあれだな、歌詞をさちょっとここ貼るわ、貼ってそれで曲聴いてもらおうかな、あ、ありがとう、このなんかサムネっぽいとこ、そうそう、え、どこに貼れんの、この今カニのマークになってるとこに、この画像を変えてみようかな、そうだね、早速聞いてもらおうかな、そしたらじゃあ曲の方も、あ、じゃあ俺もまだ聞いてないから、そうね、本当にファーストインプレッションだね、なんかそうね、いろいろまあ意識してほしいところとかもいろいろあるけど、なんだろうな、先に言うとしたら、まあなんかあれですね、あ、聞きどころ的なとこ言うと、結構そのアキラの世界観とちょっとなんか、あ、まあまあまあ、ちょっとなんか俺はなんかたまたま俺その時になんかたまたま YouTube のおすすめかなんかに出てきて、でなんかアキラの世界観ちょっとあるなと思って、まあなんかそのまあ結構そのアキラの曲好きでさ、サントラとかたまに聴いたりしてたんだけど、そうそう、まあでも全然そこの曲っぽくは全然ないんだけど、なんか一部なんかそのなんだろう、こう人間のなんかスターウォーズのハーみたいなさ、なんかそのなんていうんだ、スターウォーズのサントラとかでもあるけど、人間の声がさハーとかフーとかさ、なんかこう
民族っぽいはーとかいう声が結構民族音楽っぽい要素を入れたくて、そうでなんかニュージーランドのハカオの声を入れたっていう、あそこが一旦どんな感じなんだ、一旦とりあえず聞きどころです。はい、ね、歌詞貼りますね。あーダメだ、でかすぎてこれちょっと調整、ちょっと待ってね、これでどんぐらいかかった、作るのはなんかちょっとずつ作ってったんだよね、だから3日ぐらいかな。いやすげえな。そうなんか一気に作らずにちょっとずつ作ってたから結構今歌詞これ貼ってるんですけど、ちょっと待ってね。ちなみに俺はその提出日を1日間違えて、うんうん、あ昨日だったわと思って、ああそうね、そう約1日ぐらい急いで作ったから、はいはいはい、今雑になっちゃったところも、それが分かりにくくなった原因の一つでもあるんだと。わあそう、なんかちょっと時間がなかったっていうこと、分かりにくくなっちゃったの。委ねるっていう言葉綺麗じゃんなるほどね、投げるっていう言い方もある、投げるっていう、うん、ちょっと画質荒いっすけど一応こんな感じで歌詞の方載っけました。変わった画像、変わってるはず、変わってないかな、あ変わった、そうそう、ということでね、それを踏まえてこの歌詞を見ながら聞いてもらおうかな、はい、早速お願いします。はい、なんかタイトルとかもさ、結構迷ったんだよね。そのなんか今までさ、その曲のタイトルをさ、小説のタイトルと一緒にしてたじゃん。うんうん。でもなんかちょっとか違う感じがして、その曲のあれとはまた、そう、うん。で前回のも実は違う感じがしてたのよ。なんか俺の作った曲とショートショートのタイトルが。うん、そうだね。まあそれ一緒にしなくていいね。そうだからちょっと前回のもしかしたら変えるかも。ちなみに今。あえてでそのタイトルつけるならば、はい、なんなの、あじゃあタイトル言ってからじゃあ流そうかな、それも、あオッケー、はい、じゃあ早速聞いてもらいましょうかね。はい、モロが作ったショートショートからインスピレーションを受けて、作った楽曲です。聞いてください、鉄の楽園。See you.
ありがとうございます。はい、聞いていただきました。ありがとうございます。はい、すごいよ、こんな感じです。天才だね。よかったよ。いやー、なんかあの近未来感あったでしょ。ありました。うん、すごいかっこいいって来てますよ、コメントが。やった、ありがとうございます。そういいね。途中のあのこだわり、うん、もう一個あのなんだ、なんかこう、うん、声がどんどん変わってくところが、うん、すごいこだわってて、なんかちょっとこう犯罪者のさ、なんかうん、もう、うるうるみたいな声あるじゃん。あ、分かる分かる。あれを途中にだんだんあの声に変わっていくみたいなのを入れたんだけど、はいはいはい、ま、そうそう、そこが結構面白かった、やってて。あれなんか自分の声を録音してコピーして、でオクターブ、1オクターブ下にグワッて下げて、はい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 、そう。え、どこだって、なんか空間が歪み出すっていうところ。俺分かったよ、 C メロみたいな。俺分かった。そう、そこはね、分かったアピールいいから。分かった。そうそう。そこが結構、なるほどね、知らぬ影が、なんかその空間が歪み出して、うんうん、見知らぬ影が闇をこぼすっていうところが結構個人的には、はいはい、そう、まあその牛丼屋のあれでね、その空間がファッて変わって、はいはい、で知らない人たちがいっぱい。で笑ってるみたいなところを、はいはいはい、まあ、ちょっと怖い感じになっちゃったけど、あ、はいはい、いやいや全然、そう、そこが結構なんか自分的には、うんうんうん、あのなんて言うんだろうな、こういい感じにできたかなとは。いや、できてた。そうそうそう、わかるわかる。だね、あとなんだろうな、歌詞とかも、うん、割とでもなんか結構インスピレーション受けて変えたとか、変えたっていうか自分的に書いたと言ったけど、うんうん、ほぼでもなぞってるかも今見ると。そうだね、そうそう、見て、そうだね、基本は、まあでもなんかそのタケルなりの表現も、そうだね、あ、そういう風に捉えたんだみたいな。そうだね、まあ血肉は空に、骨は大地に帰りとか、うん、まあだってさ、まあ、タイトルからさ、鉄の楽園だからさ、うん、なんだろう、負のイメージというかさ、ちょっと、はいはいはい、その中でもなんか楽しんでる。そうだね、なんか迷ったんだよ、なんか楽園っていう言葉が語呂良すぎてどうしても入れたかったんだけど、うんうん、明るくなっちゃうかなと思って、まあでもなんかそういう明るい要素も途中で最後は出てくるじゃん、うんうんうん、だから出てきます、まあ、そこも一応こう、うんうん、裏テーマとして、そう、まあコンクリートの、コンクリートの夜とかでもよかったんだけど、タイトル、まあ、いやでも鉄を楽園の方がいい。なんかそうだよね、こう、うんうん、ずしっとくる感じがすごい。めっちゃ良かったよ。そう、超かっこいい。いや、ありがとうございます。そう、いや、この2週間に1回曲を作るっていう、これは、はあのいいかもしれないね。このちゃんと曲を作る理由ができて、まあ、そうね、うん、でもろはもろでちゃんと話作る機会がね、できるし、いいんじゃないですか。いいっすね、よかったっす。うん、そう、まあこれあの一応後ほどあのもうちょっとちゃんとあれして、あのミックスして YouTube 上げますんで、はい、今回のねラジオのアーカイブと一緒に、すぐ上げますんで、まあアーカイブもこれ残るんで、ツイキャスでね、またあのこれ巻き戻してよかったら聞いてみてください。いろいろこだわりポイントがありますんでね。はい、はい、ですね、そんな感じかな、こだわりで言うと。そうだね、うんうんうん、あとはなんかストレンジャーシングスとかの感じがすごい要素が詰まってるかな。 なるほどね、うん、あ、分かる。最初のこううねってるところとかは結構そこがで、うん、すげえそこでかいかもしれない。うん、分かる分かる、うん、まあ、その辺の私の趣味が詰まった作品になってます。よかったです、すごいです、はい、ありがとうございます。はい、と、まあそんな感じで、最後はね、皆さんから募集したキーワードを、がありますんで。あったっけそんなの。あるよそのなんか、そんなやってないよ、うちはそんな、何そのおとぼけキャラでいくの今日やったっけ。ありましたっけ。ありましたね、からね、まあ、ちょっと話を広げていこうかなって、はい、思いますけれども、
そうなので、この番組はね、皆さんからキーワードを募集してそこから今みたいに、ショートショートを作り、はい、曲を作っていくんですけれども、次回のためのね、募集ワードを募集したので、それを発表していこうかなと、はい、思います。ツイッターの、ね、コメント欄の方にいただいてますけれども、皆さんのコメントで成り立ってるラジオですね。そうですね、はい、ということで、募集ワードが、1ステイホーム中何してた、2国内で今一番行きたい場所はということですけれども、じゃあ1の方から、発表していきましょうかね。なんか、はいはい、ざーっと読んでいくので、はいはい、言い終わったらなんか気になったやつをちょっとピックアップしてください。はい、はい、1の方ですね。ステイホーム中何してた、ですね、同じ寮のこと、料理からの映画鑑賞、映画鑑賞ですね。いいね、はい、ね、ひたすら YouTube、 これもいいね。はい、ドラムの練習と庭の掃除、わかる、庭の大掃除か、うん、ベースの練習、これもいいね。ホームトレーニング、わかる、家にこもってテレビ見てた、はい、YouTubeで新たな YouTuber 発見、おお、いいですね、ギター練習と曲作り、いいですね、はい、どうです、はい、なんか刺さるものありました？特にないです。ないんかい会ってくれよそこは次行こうか、じゃあいいんじゃない、一個ずつでいいんじゃない、とりあえず会ってくれよ、もう本当にみんな聞くのやめちゃうよ、そんなことばっかり言ってると本当に本当に小ボケを挟んできますけど、 YouTube 回とかありがたいね。そのちょうどだから、はいはい、コロナで、うん、ステイホーム中に、うん、あの俺もバングライフってあの、うん、バングラデシュを紹介する YouTube チャンネル始めたんで、こ、うんうん、の人はもう多分開拓してくださってると思うんで、はいはいはい、誰かわからないですけど、はい、それ友達その3って書いてあります、ね、まだ開拓しない人はあのバングライフ、うん、YouTube で検索今しペヤングでねバズってましたけど、もうこのツイキャス切っていいんでいやいや、それは聞いてくれよ最後まで。で あとさ、うん、そうベースの練習ね、うん、あとドラムだっけ、だ音楽やってる人が結構リスナーで多いから、うん、そうだね、僕のファンつながりで、そう、ね、そういうの、うん、俺もね一応大学の時にギターちょっと始めようと思ってもらったギターで、なんか大学4年間かっこよく言うとね、大学4年間練習してて、まあギュッとやったらギュッとね、大学4年間ギュッてやったら2日ぐらいしかやってないんだけどギュッてやってなくても2日しかやってないでしょ実は。2日しかやってなかったんだけどやってないでしょ、だからちょっと10分触るみたいな、うん、で3ヶ月ぐらい行ってまた10分触るみたいな、うん、全然それやったうちに入んねえから、それ4年間でギュッてやったら、ね、2日ぐらいいやいやギュッてやんなくても2日ぐらいしかやってないのよそれは。だからさ、うん、そのまあ、さっき社会人になって、うん、あそうだちょっともう一回ギターやろうと思って、うん、でほんと去年、うん、やってたのその1年ぐらい、はいはいはい、はいはい、だから、まあ、ギュッてやったら1日ぐらいだよ、うん、だからギュッてやってなくてそれは1日、うんうん、だけど1年ぐらいアコギ、うん、アコギだけどね、うん、家で練習してました。俺もキュッてやったら1日だけど、うん、弾こうかなーでしょ、364日は弾こうかなーで1日だけやって、それがその練習した日でしょ。いやいやいや、ギュッてしてなくてもやってないのよ。じゃあ、あるある、本当に、うん、あのそのエイトのさ、あの、うん、あるじゃない、ドルチアンのガッパーナ、はいはいはい、ドルチアンのガッパーナも、うんまあ結構やってたね去年、すごい一応弾けるようになったよ。ギター持ってたんだ。そうそうそう、ギュッてしてたから分かんなかったと思うけどギュッてしてたね、ギュッとギターもギュッとしてたから、うん、ギュッとして置いといてたから、うんうん、そうね、多分分かってなかったと思うけど、うん、握ってはいたけど、伸ばしてたら結構、ね、うん、引き伸ばすとね、はいはいはい。でもまあ俺もなんかギターやってますって言っていいかなっていうぐらい。いや絶対言っちゃダメでしょ、なんならこんな練習してる人たちの前で言っちゃダメでしょ確かにもうさ、めちゃくちゃさ、うん、プロのさ、うん、アーティスト
とかさ、このリスナーさんの前絶対言っちゃいけないことだよ。ギターやってます、お前ギターしかやってます。いやいいんじゃない、好きです、ちょっとやりたいんだよねとかさ。ただそのちょっと弾いてみてよって言われた時にも絶望。本当はね、エイトのじゃあコース弾けんのかって話ですよね。俺も弾けるかもしれない。何も漂ってこない。うん、庭の大掃除いいね。てかさ、庭があるっていいね。どういうこと、そういうお家に住んでると。庭か、うちも庭あるよ。でもあー、テラスベランダだろ、その庭を。あー、まあそう、かっこよく、なんかバルコニーみたいな。バルコニーって言うなよ、ベランダって。バルコニー、嘘つけ。バルコニーですよ。いやでもちゃんとタバコも吸えるよそこで。俺吸わないけど。いやベランダだろ、だから。ベランダ。洗濯もできるよそこで。洗濯するのがベランダなの。いや庭だよ。2畳ぐらいのやつをバルコニーって言うな。いやいや、ちゃんと植物とか育てられるもんだって。いやだからベランダ全部ベランダでできるやつ。庭なもんだって。いやでも冗談だけど、実家は庭ありますから、ちゃんと。いや知ってますよ、その何回もあなたとサッカーしました。あ、そうだね、サッカーしたね。キャッチボールとかできるぐらい。懐かしいね。懐かしいね。昔みかんでキャッチボールしたよね。してたね。まあ、それはモロンチだけど。俺んちでしたっけ、モロンチの横の外の神社でさ。あ、すごい縁起悪いよね。みかんでさ、本気で投げろよっつってさ、本気でみかん投げてさ、キャッチするとビシャーってなるっていうさ、キャッチボールしてたよ、ね、あった、うん、そう、ほんとね、お坊ちゃまじゃないんですよ全然。そう、いや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 、コメント、綺麗なコメントでいただいてますけどね。まあでもいいね、なんか大掃除とかも年末ぐらいしかやんないけどさ、なんかたまにさ、なんていうの、部屋掃除するかどうかってさ、結構自分のコンディションによらない？あ、全然よる。なんかさ、まあ、誰か人が来るとか、うん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 、あるいはなんかそのちょっと今日気分いいなとか、その心の精神状態がさ、なんか綺麗じゃないとさ、なんか部屋とか庭とかってなかなかやっぱ掃除しようって気持ちにならないじゃん。確かに。そう、なんかそういう話を最近整体の先生にしたら、いや逆だよって言われて、うん、なんかその部屋が整ってるから心が整うんだよって言われて。ああ、確かに。そう、なんか結構、まあいわゆる、まあこれは別に、あの、なんだろうな、整体師ってそこまで整ってんの？そう、そういうこと？すごい人なのよ。なんかそのまああれだかもしれないけど、そのホコリっていわゆるなんか、まあ昔からその邪気がたまるって言われてるらしくて。ねえ、言うね。そうそう、ホコリがいっぱいある、うちだとなんか夫婦喧嘩が多いとか、なんかそういう、まあ悪いものがこう集まる場所みたいなされてるから、まあホコリが少なかったり部屋が片付いてると、まあ精神衛生もいいよっていう話を聞いて、あ、逆なんだと思って、最近部屋掃除しなきゃなと思ってて、だこの間ちょっとなんか物落ちてたから、こうティッシュとか拾って、ちょっとゴミ箱に、まあちょっとそれね、ワンアクションぐらいだけど、そう、うんうんうん、まあ、したんだけど、まあでもギュッと凝縮したら、まあそのそんぐらいしかやってないけど、でも俺も言ったら一年中掃除してるから毎日、そう、まあ、ギュッと掃除したら、ギュッと凝縮したら、そのなんかゴミ箱にちょっとポイって入れたぐらいだけど、基本は俺もそれからなんか毎日掃除するようにしてる。なるほどね。そう、まあ、ギュッと凝縮したら本当に10秒、うん、10秒ぐらいしかやってないけど、はいはい、そう、なるほどね、凝縮しなかったら1年ぐらいやってね。はいはい、そうそうそう、絶対いじんないよ俺。いじってこねえなと思ったな、本当に。何回も言うじゃん。うん、いじり待ちだったからな、ツッコミ待ちだったからな。いやもう言わなかったらいじれよって。 俺ばっかボケてるからさ、ちょっと欲しくなって、欲しくなっちゃった。いじれよって言おうと思ったからいじんねえから。ほんとにな、仲いいな。ギュッと凝縮流行らそうとしてる。流行らしたよね。でもミニ2台だし。そうね、ミニ2台ですね、ミニミニだ。うち一家ね。そう、でもなんかそうね、いいんじゃない、いろいろ、うん、ステイホーム中にね、新たなあれが。そうだね、うん、自分は何したの？ステイホームしてなかったね。まあそうだよね、仕事柄あんまり変わんなかったかな、ね、ゲームをねするようになったかも。あー、わかる。俺ら2人ともエイペックス始めたよね。そうそうそう、あとデッドバイデイライトとか、デッドバイデイライトとか、そう
だから今度一緒にさゲーム実況しようかって言ってたけど、はい、まあなんか誰も見てくんなそうだねと思ってとりあえずこのメンツ来てくるからこのメンツすら来てくるのそうだな。いやそうだよ、だってゲームみんなね、逆にゲーム好きのリスナーの人で今ラジオ聞いてない人とかが集まってくるかもね。ああ、わかんないけど、まあちょっとそんなのゆっくりやりたいけどさ、ね。まあでもさ、誰も見てなくてもいいからさ、うん。そうだね、普通に配信してるっていうなんか、そうだね、高揚感ね。うん、確かに普通に一緒にやっててついでに配信もしとけばいいんじゃない。ね、うん、それでやりましょうよ。リスナー参加型にしようぜもう。ああいいよ。てかそう、俺その整体師の人さ、あのやってんだよ。なんかさっき言ったなんかゲーム実況なんかその結構ファンが多くて、そこなんかアーティストの生態とか結構やってる人で、来らねえだろアーティストなんて。うん、いや来るよ、めちゃめちゃ来るじゃん。えもう全身よ、首も腕も肩も腰も全身ですよ。そうツアーについてったりする人なんだよね。あそうなんだ。本番前に本番後とかにやったりとか。でゲーム実況してたりさ。そうじゃあいつか始めるんで、はい、期待しておいてください。楽しみにしててください。ずっとこんな感じで喋ってます、はい、ということで質問丸に行きましょうか。はい、はい、国内で今一番行きたい場所は、はい、これなんていうの、式根島、式根島じゃない、式根、そうですね、式根島、それからよいしょ沖縄、屋久島、うん、東京行ってたくさんライブ行きまくりたい、はいはいはい、箱根芦ノ湖花織ホテル水盤テラス、はい、いいのかな。あとは花織ホテルじゃん、うん、一番石川県白山姫神社、それから足立美術館か鳥取砂丘。足立美術館って何、どこにあるの、足立区にあるの。足立美術館はね島根。へえ、有名なのかな、俺全然知らんかった。なんか有名みたいよ、なんか結構、あれみたいな感じじゃない、六義園みたいな、ちょっとこう和の日本庭園みたいな感じっぽいね。今見たら結構六義園っぽかったね。わすごい。そうか、と島根といえば盆栽とかそういうの夢じゃなかったっけ確か。あそうなんだ、確かわかんないけど、あと最後、東京っていう県ですね。東京、はいはい、はい、なんか沖縄結構言いますね、沖縄とか、箱根とか神社もあったし。神社いいな、俺も神社巡りとかしたいな。あ箱根も神社あるしね。うん、まあそうなんだあるでしょ箱根神社。そうね、神社巡りいいね。なんか全ての境内でみかん投げ、みかんキャッチボール、みかんキャッチボールは君の近所の神社だけでいいのよ全ての境内でみかん投げしたら本当に全ての神様に怒られるぞ。本当に確かにね、備えろ、こっちと、確かにこっちの名物は牡蠣じゃんみたいないや、その投げるもののチェンジじゃないのよ、これ投げろじゃないのよ、投げるななの神社を汚すなだから書き投げろとかじゃない、時期じゃないぞ、時期じゃないぞ、じゃない、時期じゃないぞその八百屋みたいなこと言わないの神様、それ時期じゃないけどこれ投げろみたいな言わないのよ長いな、ツッコミがね、式根島、式根島すごいよ、今調べたけど、なんか伊豆諸島、そう伊豆のなんか囲まれてるところでめっちゃ面白そうね、なんか、まあ、うん、すごい水きれいだしシュノーケルできんじゃない、すげえ。俺前ヒリゾ浜っていうところに行ったんだけど、うんうんうん、去年、はい、そこみたいな感じ、
なんかそれが分かんない。あ、うん、そう、なんかこうなんて言うんだろうな、こう湾がこう描いてて、でそこのなんて言うんだろうな、そうそう、浜辺がこう描いてて、ちょっとした湖みたいになってんだよね。ちょっとした隙間から海岸が流れ込ん、あの海が流れ込んでて、そこでちょっとビーチみたいになってて見れるみたいな。今見たら浜名湖でいいじゃん。浜名湖広すぎるし水汚いし、泳ぎシュノーケルできないでしょ。確かに、うん、グーのでも出ない。グーのでほんとね、ツッコミというかもはや論破だね。論破はダメよ、うん、論破ダメだ、ね、論破なしだから、うちのラジオ、うん、うちのラジオね、あくまでツッコミね。そうね、なんか水めっちゃ綺麗だな。なんか確かに水あるとこ多いな、うん、みんなやっぱそういうの飢えてんな、うんうん、なんか無性に海見たくなるもんな、人って。まあ確かにそれちょっとわかるな。なんかさ、うん、今はもうないけどさ、大学生の時とかやったらさ、うん、別にカッコつけてるわけじゃなくてさ、うん、ちょっと海行かねって普通唐突で会話してたね。成立してたもんね。言ってた、しょっちゅう言ってたよね。お前やばいなとかさ、痛いなとかじゃなくて本当に成立してたもん、ね、うん、しょっちゅう海行ってたよね。なんか、うん、わかんないけどチャリで浜名、そうそう、チャリね、行ってたよね。あれ中田島砂丘行ってた、行ってた、中田島浜行こうっつって。そう、なんか磯の野球しに行こうぜみたいな曲で言ってたよね。本当にチャリ乗ってそのまま30分ぐらいねかけて言ってたよね。言ってたね。何なんだろうね。なんか別に特に何もすることなく、うん、ただ砂場でなんかチルしてたね。あれがチルだったのかな、今考えると。 そんなおしゃれな言葉当てはまんないけど俺らが言ってた。うん、あれがでさ、うん、1回さ、初めてか2回目の時にさ、うん、なんか防砂林かなんかが燃えてさ、火事になってさ、結構大きい火になってさ、うん、で通報が来てなんか事情聴取みたいにされてなかった、うん、それ俺いないわ。あ、いない、そんなことあった。あったの。なんか山、なんかその火事があって、その防砂林って林があったんじゃん、あそこに、うん、あそこですごい火が上がって、坊や、うん、坊やなのか分かんないです、原因分かんないけど、はいはいはい。そう、第一目撃者が俺ら その友達に一人いて、はいはいはい、そいつは残して俺ら帰ったけど、はいはいはい、そんなことあった。いなかったか。軒去りにして帰ったんだ。話長くない、そうね、置き去りにして帰ったのは俺、友達のなんか吉田くんが全裸になって泳いでたから置き去りにして帰ったぐらいしか覚えてないの。その俺が知らない人？君の知ってる吉田くんだ。吉田くんはそうね、そういうことしそうだ。そう、まあみんな全裸で泳いでたんだけど。あ、なんだ。そう、でもなんか一人だけ服着るの遅かったから、なんかずっとなんかね、好きな女の名前を叫びながら全裸で泳いでた。あ、あったかも。そう。すげえな、なんか蘇ってた。そうそうそう。あったかも。なんか。全裸でなんか走り回ってた。一歩間違えれば本当にそれこそみんな揃って事情聴取受けるやつ。ねえ、本当。あと5分ぐらいで90分になっちゃうね。俺がコインやればいいの？あ、うん、やってくれたら。でもまあどうする？もうちょっと伸ばします？まあギリギリまで喋ってどうする決めよう。はい。オーケーオーケー。ああ、ありがとうございます。5枚。すかさず、あーざます、いただきました、もうコイン、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、助かります。そう、いやもうちょっと喋れますね。そうね、だ浜とかでいろいろはしゃぎましたけど、だ沖縄のさ、やっぱ浜でそういうことしたいよね。屋久島でもいいけど沖縄な、行きたいな。沖縄行ったことある？ある。でも屋久島なくて、屋久島行きたい。俺も国際通りに行きたいもん。行ったことなくてさ。お、国際通りに行きたい。もう国際通りにだけに終始で国際通りで。それ意味あるかな。あ、でも国際通りでも確かにいろいろあるもんな。そう、沖縄そばとかさ、なんか美味しいもんいっぱいあるし、
なんか沖縄行きたいんだよな。うん、一番行きたい、何したい沖縄で。沖縄でさ、うん、なんかそう、もちろん海は見たいんだけど、うん、なんか民家みたいなのあるじゃん。うん、よくなんかチュラさんみたいな、うん、あの河原でねできてシーサーみたいなのがいる。あそこでなんか国際通り歩いてたらなんか気さくなおばちゃんとかと仲良くなって、うん、何してるさ、うん、宿あるかって言われて、うん、まあ、決めてないんすよみたいな、うん、うち来るかって言われて、うん、招かれて、うん、なんか青森とかなんか地元の飯さって言われて、うん、なんかいろいろご馳走もらって、うん、寝たい。ああ、いいね、そういうの。なんか地元感、地元の地元感味わいたい。うん、うんうんうん、いいよな沖縄このご時世だ。あ、でもあれか、うん、GoTo とかがまたあるかもね今年夏。そうね、復活しそうだよね。復活したらね、また沖縄ワクチン打っちゃうもこっちのもんだしな。うん、確かに今年。でもその逆にその最南端じゃなくて最北端も行ったことなくて、あれ北海道ないんだよね。北海道、夏の北海道とかすげえ行ってみたい。いやー、めちゃめちゃ繁忙期だもんね、だって。うん、いや行きたいな北海道。いいな、多分東京にいるからさ、空が広いとこだったらどこでもいいかも。あー、北海道ツアーだな、そしたら。北海道行きたいんだよな、北海道。いいな、 GoTo とかなったらありよ ね。旅行行きたいね。そしたらもう早く仕事辞めなよ、早く。やめて、君休み取れないでしょ、だって。そうね、うん、北海道行きてえな。じゃあ仕事最初に辞めて最初に旅行する場所は北海道ね。北海道にしよう。よし、決まりだ。北海道から生配信しよう。いいね、今同じこと言おうとした。いいじゃないの。いいよね。うん、北海道から生配信。いいな、ありだな。で、エーペックスやってるぜ。エーペックス配信。エーペックス持ってって。北海道来た意味よ。北海道でやってます。旅館で Wi-Fi ありますかっつって。Wi-Fi ありますか。ちょっとエーペックスしたくて。カクカクだろうな、多分。エーペックス。北海道来てゲームしてんかいっていう。いや、ほんとね。いや、いいじゃん。旅館ぐらい。トランプとかするし。そう。ですけど、それのみだよ。その配信のみで。その配信のみ。エーペックスの配信のみ。のみ。せっかくだからなんか夜空とか流そうよ。北海道でエイト歌ってって。ああ、いいよ。披露してあげる。うん。エイトって北海道の人なのかな。関係ないか。あ、そうなんだ。いや、ごめん、関係ないと思う。そうだ、え、そうだっけ。神奈川県出身だって。そうだよね。全然。神奈川だったと思う。全然。全然違うじゃん。全然神奈川だった。いいね。そうか、いろいろあるな。神社、美術館。美術館よく出てくるね、なんかね。なんかその意識高い系なの、みんな、うん、意識高い系。ディスじゃないかな。ディスではないか。花、うん、織ホテルって俺初めて聞いた。何なんだ、どこなんだ。箱根の近くの。わ、なんかすごいよ。何、なんかプールの真ん中みたいなところになんか円卓があって、そこでなんかご飯食べたりできるみたいな感じっぽい。テレビじゃん。何それ。テレビだね。すげえ。でもそういうのも GoTo 使えば、まあ、手届くんだろうね。そうだね。 GoTo にちょっと期待して旅行。星のホテル星のリゾート行きたいんです、その北海道の。あー、行ったことない。俺も行きたい。めっちゃ高いんだよ。でさ、すごいいい、うん、いい部屋取って、そこ結構、ね、はいはい、5、6人泊まれるんだけど、はい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 、そう、それさ、5、6人で割れば、まあ、そこそこで行けるから。おー、めっちゃいいじゃん。そう、へえー。俺とタケルとあとエイト呼んで、エイト友達な。エイトって誰だろう。エイト友達だったの、すごいな。そこら辺のエイトの周りの人で5人で、うん、行きたいわ。うん、すごい、ね。星野リゾート行きたいんだよね。星野リゾート行きたいね。花織ホテルね、それも後でチェックしてみよう。うん、すごいよ、なんか星野リゾート行きたいな。北海道、北海道のさ、美味しいもん食べたいよね。食べたい。うん。飯はやっぱ沖縄より北海道だよね。飯は、いや、でも沖縄も結構あるべ。
なんか茶色イメージじゃない、なんか。ああ、そう、肉系とかが多いイメージはまあ確かに。茶色すぎて、だから最後なんか、なんか、野菜でごまかしてるみたいな。いや、ごまかして、なんかちょっとディス入ってない。ねえ。いや、北海道やっぱ刺身食いたいじゃん、新鮮な、うん。まあまあ確かにね。最近もうあれやっぱ肉より魚になってきた。ああどうだろうな。我々は今年30ですからね。そうですね。うん、あれ30になったのもう。まだ全然。あそっか、うん。あれ何月だっけ？8月だっけ？6月。9月。あ9月か。12月だからまだ先。あそっか。12月なイメージあるわ。いやーそうか今年いよいよですね。大台に。そうね、なる前に行きたいな、一回。うん。まあ、なった記念でもいいけどね。ありだな。そうね。仕事も、だから、あれだよね、その30ってなると節目だからさ。まあ、その辞めて新しいこと始めんのかとかさ。まあ、職場の人これ聞いてたらちょっとあれだけど。確かに。ねえ、まだ言ってないもんね、辞めようかなみたいな話も。そうね。そっか、まあ、俺も辞めたし、ま、た確かに、うん、辞めた時にさ、うん、どう辞めた日の最終日どういう気分なんか最初の日辞めた日、うん、あ辞めてた仕事働く日かあの辞めたじゃん辞めるその最終出勤日ってことか最終出勤日帰りとかどうだったちょっとなんだろうなあ、確かに。遠回りして帰ろうみたいな感覚。うん、なんかね、なんだろう。ちょっとやたら空見がちだな、俺みたいな。なんか、まずその日一日働いてるじゃん、うんうんで。今まで働いてたオフィスと違って見えんの、なんか。へえ。なんか急になんか、他の人みたいな。ちょっと別の、うん。グループ会社に見学しに来たみたいな感じの感覚、なんかそこまでなんかその別他人って感じでもないんだけどちょっとなんか距離感ができるんだよねその辞めるって決めて僕はもうこの会社の人間じゃなくなるんだっていう意識になると、はあはあはあ、その普段働いてたところからまた景色が変わって、なんかちょっと他人になる急に今まで一緒に働いてた人が寂しいやつなそう他人というか寂しいやつだけどなんかそう仕事仲間から急にプライベートの人になるんだよねはあ、なるほどねその一個人になるというかはいはいはい、まあ、急に辞めたら音楽やるんですよねみたいなまた飲もうよとかライブ遊びに来てくださいみたいな一気にプライベートの話になるじゃんで今までそうなんか今までその部長とか主任とかそういう役柄でいわゆるなんか頭の上にこうカードがついてたみたいなその人の中で、うんうんうん、俺のイメージだとねそれ全部取れてなんかその偉い人も偉くない人も全部同じに見えるんだよね急に、はあはあはあ、一人のおじさんみたいな感じ急に変わってで急に、まあ、他人になるって言ったらいいのか逆にプライベートの付き合いにこれからなるっていう言い方が正しいのか分かんないけ ど、ね、今まで全然違って見えるその風景がオフィスも全部全てがそう、ね、あそううんだねまあ帰り道とか別に特にまあ、スーツこれで最後かぐらいのはいはいはい感じかなまあ開放感が大きいかなどっちかっていうとなるほどなるほどそうだねだから多分人の見え方が変わるのが一番でかいかもへそれで言うとだどういうもんなんだ、うん、脱サラで体験したんでそう一回経験するとねいいよ面白いよ帰りにソープ寄るかみたいな感覚なのかなソープ寄るかみたいな感覚にもなればよかったけどね多分ご時世的なあれで多分行ってなかったけどそうそうそう逆に安いけどね今確かにうんそうねでもまあでも退職祝いっぽいことはだからできてないかもなまあ、ヒリゾ浜行ったぐらいで、その整体師の友達と。うん。だなですね。なるほどね。だったらいいっすよ。
羨ましいんだよ。だからあなたのその生活が今その些細なことから、うん、なんか旅行行ってるなんかことから、うんうん、あいいなって。なんか今日も俺ツイートしたけどさ、うんうん、あのなんだっけ肌綺麗ですね、スキンケア何してるんですかってよく聞かれるんだけど、一番のスキンケアは退職です。無職になるとストレスがなくなり睡眠時間が増え肌が綺麗になります。無職こそが最強のスキンケアですっていうのを俺引用リツイートしてさ、初めて俺と同じこと言ってる人を見つけたっつって肌綺麗になるね。まあストレスからね。そうでもなんかストレスはなくなるけど、なんかさ不安とか増えない。あだ退職して不安がこうできる人も、まあ、いるから全て全員には当てはまらないだろうね。ああ、そうだよね。やりたいことを追うためにまあ、辞めたっていう人だったら、まあすごい前向きな気持ちでこう確かストレスなく過ごせるかもしれないし、そうそう、ああなんかわかるかも。あそれはあれか、さっきのね脱サラの話ね。だね。どうですかぶっちゃけ今の。別に誰も職場の人聞いてないでしょ。なんかいや分かんないけど、どうしたいかというかさ、そのいやでもやめて、うん、でもまあそのなんかいつまでも僕はいないですよみたいなのをずっと言ってるし、うん、その辞める前提でいるから、まあ別にいつ辞めても本当は別にいいんだけどね。まあどっちかっていうと今俺はなんか辞めてどうやって飯食おうみたいな。あーなるほど、そっちか。どっちになっちゃうかもな。あでも失業手当とかあるんじゃないの。まあ確かにそれはあるけど、それ期限付きじゃない。まあまあそうだね。生活保護受けようかなとかすげえ思っちゃうもん最近。あそのさ、それを例えばその今自分のやりたいことがこういうまあエンタメなわけじゃん。そうエンタメでそのある程度その食いぶちを作ってから今やめようと思ってるのか、それともとりあえずもうやめて時間をまず作ってバーって力入れて、で金なくなったらとりあえずバイトでもしよっかみたいな感覚なのか。まあまあ後者の方が近いね。あもうだって最悪生活保護にこの日本にいる限りさ、まあそう、ね、死ぬことはないからね。そうそうそう、実際なんか生活保護を受けながら対策書いて有名になった作家いるしね、うんうん、あそうなんだ。そうそうそう、うんうんうん、そうだよね。だからそこは結構あるから、俺もだって今結構支援金みたいなやつとか、あのコロナのさやつとか、うんうんうん、芸術家が支援みたいなやつだったり、なんかいろいろそういうので生計立ててる。あと、まあ、失業手当とか退職金とかいろんなあれでねあるから、なんかそういう死なないからね日本で。そうなんだ。絶対 死のうと思っても死ねない国だから、ね、日本って。なんかそのちょっと前に見た、今もやってんだけど素晴らしき世界っていうのが映画があってさ、うん、役所広司があって、うん、なんかずっとヤクザで捕まって あったね、うん、無職から出て、でなんか仕事もつけないから、うん、その生活保護を受けんだけど、うん、やっぱ結局その後ろめたさみたいので仕事したいみたいな、はいはいはい、で仕事必死に見つけて見つかるんだけど、はいはい、なんか それを生活を受けてる人のな苦しみを描いてたんだけど、はい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 、俺絶対なんねえなみたいな、罪悪感もねえし後ろめたさもねえしあざっすみたいな、はいはいはい、納税者あざっすみたいな、まあ確かに国の保護だしみたいな、そうそうそう、なんかいい人なんだなって思ったその人。まあもらえるものはもらっておこうっていう風には確かになっちゃうかもね。これ、うん、そういう感覚なんないんじゃないかなって思う。うんうんうん。俺もそうかも。国の保護だし、もらえるものはもらっておこうと思っちゃうかもな。それででもさ、星野リゾート行ってさ、配信したらリスナーからめっちゃ怒られそう。いや、まあそれはそうだね。旅行行ってんじゃねえか、こいつっていうね。そうだよね。だからそうなっちゃうんだよね。その生活保護もらってとかってなるとさ、その大々的にあんまりさ、言えなくはなるよね。そうだよね。活動してる感あんま出せないからさ、うんうんうん、まあかももらってることを黙っとくしかないもんね。そうだよ。まあいるだろうけど、だってその保護もらいながらね対策書いた人もいるんだったら。そう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 、まあちょうどいい話の流れだから言うけど、その
言うか言わないかの 罪悪感の話したから、うん、あのちょっともうそろそろ言わせてもらうけど、うん、さっきあなた音楽流してくれたじゃん、うん、これ1ミリも聞こえてなかったこれもう言うわ。そうだ、 1ミリも聞こえてなくて。そうじゃん、無音の時間がすごいあったんだけど、その間どうしようかなと思って止めるのもあれだし。そうだ、そうじゃんね、これあ LINE で通話してんの俺が流してるから。そうそう名演技だったじゃん、名演技じゃん。そういえば君そういう人だったねこの後からネタバラシするみたいなさ、ほんとそうじゃん、すっごいよかった、天才だよって第一声でもうなんか汗えなと思ったんだよな、コメントがなんかすごいとか、やっぱすごいわみたいな、なんかあんま深いこと言ってこないなみたいな、なんか浅いな、ずっと画面見てなんか浅いなと思ったんだよな、みんな聞いてんだろうなと、はいはい、冷静に炭酸水飲んで声を動かした。そうじゃん、本当だよ、後で聞かせて終わってから。わかったわかった今一瞬2分ぐらい聞く？で俺が喋ってる？大丈夫？うん、後でちゃんと聞くわそうか、なんだそのサプライズ。そういやそうだね、それ言ってちょっとどうしようかなと思って確かに悩んだけど、最後に、うん、そうね、それ言ってくれてよかった。生活保護の話になったし、ちょっといい流れ来たなと思ってどう流れ関係あったか今罪悪感ちょっとそれはちょっと黙ってられなかったな、うん、そうな先に聞いとけばよかったな、あの先に聞かせとけばよかったね。そうね、うん、次からはそうしましょう。そうしましょうか。じゃあそろそろ、うん、終わりますか。そうかね、そんな感じですかね。俺も早く聞きたいし音楽確かに、いやすごくないこのさ、俺だけ聞いてなくてさ、リスナーさんはちゃんと聞いててさ、本当だねこの疎外感半端ないから本当だよ、ちゃんと聞いてくれよ、すげえいい曲だから。いやめっちゃ聞きたいんだよ、すげえなんかさ、うん、すげえなんか言うじゃん、このここは実はこうやって作ったんだみたいな、うん、いやめちゃめちゃ多分結構すごいぞ、結構どうなってんだろう、なんかそのこれは実は1オクターブ上げてとか説明したけど全然わかんないからさ。確かに、あそこね、俺はわかったよとか言ってたじゃん。そうそう名演技だな、ほんと。もう一回みんなそれを踏まえてもう一回俺のコメント聞き直してほしいわ。確かに、その俺の家の話みたいになってる、なんかそういう一人だけいなかったのに狙い通りです。すごいな、ここで落ち伏線回収しました、伏線回収してきたな、さすが脚本家だな。はいめっちゃ気になったけど、ね、何なんだろうみんなすげえとか言って、何何何教えてよって思う。やばいな、もうすごいな、逆に尊敬するわ。ちょっと早く聞きたいからやめるかまあ早く、まあまあまあそうね、まああの結構もう時間もかなり遅くなってしまったので、そうですね、もう1時間45分やってますね。本当に皆さんこんな遅く時間までお聞きいただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい。なんかお知らせとかあります？弟のお知らせでもいいよ。いや、バングライフ昨日か一昨日かなんか更新したんで、うん、はい、聞いてみてください、聞いてみてくださいじゃね、何のあれですか今回は。バングライフ動画、ピクニック行ってみたらフェスやってたみたいな。あ、いいね。バングラのフェス気になる。そう、バングラのフェスみたいなやつ、屋台とかのやつ、音楽のフェス、まあ見てください。見て、はい、見ます。はい、すご、今回ね結構面白くなってると。へえ、本当だ、面白そう。バングライフ見たことない人もこの回はちょっと見てほしいな。うん、あれすげえ面白そう。いいね、高評価、はい、高評価登録よろしくお願いします。あ、 YouTuber っぽいいいね。僕も最近あのプラガブっていう同級生のね、あのプラモデル作るやつのチャンネルに、ね、なんかエンディングテーマ、そう、あの提供したんでね、まあ、それもよかったら聞いてくださいですね。あとは、あれです、今週の、ちょっと待ってね、今週の、うん、これは何曜だ、サザエさん、今週のサザエさんは、あったあったあった、すいません、ね、時間かかっちゃって、あれライブなんですけど、
あ、はい、今週の木曜日、はい、西荻窪アートリオンで、無観客配信になりました。結局無観客配信で西荻窪アートリオンで弾き語りで30分ライブあります。18時45分スタートです。チケットが多分、オンラインだと2000円かな、でやりますんで、今日無観客になったんですよ。ちょうど今まではその、まあ、なんだろう、来場プラス、なんだろう、まあ、配信ありだったんですけど、でもなんかそのまん延防止対策みたいなやつで最近またいろいろ厳しくなったらしくて、はい、はい、なので、無観客配信になってしまいました。はい、ので、皆様ぜひね、私の、ツイッターにも載ってますけれどもね、ぜひ無観客配信見てください。はい、はい、そんな感じです。 OK です。はい、ではでは、そんなわけでまた次回のね、あのキーワード募集も、この後ツイッターで貼りますので、よし、じゃあ僕が今回の話したやつを今週の来週の日曜日、はい、か月曜日にまたノートで投稿します。はい、で俺がそれで曲を作ると、いいね、このペースいいですね。はい、はい、ですね。はい、そんなわけで、今日はね、はい、遅くなりましたが、この辺でお別れしようかなと思います。はい、明日もね、皆様お仕事頑張ってください。はい、はい、そんなわけで、ここまでお送りしましたのは、シンガーソングライターのデルモーとモロでした。どうもありがとうございました。どうも、おやすみなさい。バイバーイ。